はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、アールです。クロワレの方向ですね、よろしくお願いします。ちょっと日が空いたか、1日空いたかな1日空いてちょっと日が空いたかなって言ってるあたりがもうやばいよね。ゲーム杯というか実況杯に近いものがあるな。よし、じゃあやっとこうか、やっていこうかっていうか、俺何すんの。敵戦、敵艦隊を撃滅せよ。まあ簡単なお仕事ですね。コメントありがとうございます。そうなの、好きなのよ、黒ひすを買うからね、本当にいくらぐらいするかちょっと分かんないけど、多分1万円前後かな。全速前進、地元に、警戒態勢、地元のショッピングモールにね、目標追加、石屋さんが確かあったんで、潰れてなっけ、潰れてっていうか、あのお店が変わってなければちょっと見に行きたいですね。多分翡翠って言ってもね、あるのかな、パワーストーン系だよね、どうなんだろう。機関停止、全速前進、敵艦撃沈、あ、当たるんだ、敵航空母艦撃沈、当てすげえな、反則の、反則級の射程だなこれ。迎撃態勢を取れ、すごいですね。ねえ、でも僕は波動砲、機関停止、おい、ふざけんなよ、敵艦撃沈、敵航空母艦、どこどこ、敵戦艦撃沈、やーやめろ、中波、大波、迎撃態勢を取れ、被害人、おい、迎撃態勢解除おい、失敗、何なんだこれは、もう一角ちゃん総額ちゃんがもうあの相手にならねえじゃねえか、汚ねえよこのゲーム、攻撃力上げりゃいいってもんじゃねえだろそう、アマチュアした難易度設定ってさ難しいよね。何を上げれば難易度が上がるのかっていうね。例えばねえ、アクションゲームなんか敵の HP が上がる、軒並み上がるとか、まあ今みたいにね、この攻撃力、総員警戒態勢が上がる、まあプラスね、HP も上がるとかね、あるし、まあ HP が上がるのか、防御力がね、上がるのか、期間停止、わかんないですけど、全速前進、これ波打つのがね、綺麗だよね。敵艦撃沈、敵航空母艦撃沈、敵戦艦撃沈、機関停止、なので全速前進、敵艦撃沈、敵航空母艦撃沈、敵戦艦撃沈、まああの格ゲーなんかだと相手のね反応速度が機関停止変わったり、まあそれもね難易度設定どうかと思うんだけどね。敵増援出現、出現やめてくだしや、機関停止、全速前進、あ、すごい、空にいる敵も今破壊されたぜ、機関停止、迎撃態勢を取れ、あら、すごいすごいすごい、マジかよ、反則級だろそれあかんやつやろ、迎撃態勢解除、ねえ敵戦艦撃沈、波動砲撃ってあかんやつやろっていう、これさ下に、あー下に向けて撃てないな、あーちゃんと波の上を、あれ、あ敵そんなにいなかった、すんげー波打ってる、あじゃあ空に向かって撃ってもそんなにだったのかな、別に一角車でもいけたな、これ東方軍本体艦隊への攻撃を開始しました、南米艦隊残存艦は撤退していきます。俺はあとこの5倍ぐらいあの増員が来るのかと思った。ひとまずは役目を果たせたな。艦長、パナマに上陸したアメリカ軍よりいつでも通過可能との通達があった模様です。了解した、これより本隊と合流しパナマを通過する。すげえな、でも本来のなんか
戦いって感じがするよね。もうやるかやられるかっていう。格ゲーはね、だ逆にあのやりやすかったりするんだよね。遠距離でパンチを押すと、パンチすると敵が飛んでくるんで、それをまあ昇竜拳では昇竜拳で落とすと、パンチで飛ばして昇竜拳で落とす。司令部より出撃命令が届きました。内容は、我々が欧州にいる間、エルサルバドル周辺に南米方面軍の拠点が構築されていた模様です。これを吸収し基地機能を奪われたしとのことです。確かにこの拠点を放っておけば、今後の作戦行動中に敵に後輩を突かれる恐れがあるな。こんな喉元の基地を放置しておくとは。太平洋艦隊は今まで何をやっていたのでしょう。どうした。反攻作戦を前にアメリカの主戦力を図られないようにとの配慮かもしれんな。凪少尉、敵基地への艦船の配備状況などは分かりますか。当該地域に大規模な港湾施設はないようですが、中規模の艦隊が存在している模様です。太平洋反攻作戦開始まで時間もない。早速出撃するとしよう。総員出撃準備。あれいつもこんなさ、ブラックアウトみたいな感じだったっけ。もっと優しくね、ふんわりしたこういうフェードアウト、フェードインみたいな感じじゃないのかな。 いきなりパッて暗くなったけど、まあ今いいか。で、TRPG 全速前進。 TRPG ってさ、あれでしょ、喋るんでしょ俺がダメよ、俺そういうの苦手なんだ。人見知りとかそういうあれじゃないか。なんだろうな、そうアドリブ聞かなくてね、自分自称暗黒騎士が何言ってんだっていう話だけどさ。副目標追加。まあ、元々の、なんだろう、RPG の起源。おい。ちょっと。ダメだな、これ、ちょっと。作戦、失敗。これちょっと HP、ひでえな、このゲーム。こう。難易度設定ってこういうもんじゃねえからと思うんだけどね。例えば なんだろうな、例えばなんかもっと援軍がね、四方八方から出てくるとかさ、火災がすぐ発生してしまうような攻撃ばっかりしてくるとか、なんかもっとさ、頭を使ってくんないかな、敵もさ。全速前進、総員警戒態勢。いや俺は頭使わないけどね、敵はもっと頭使った、なんだろうな、ねえ、天城さんみたいな作詞であってほしいんですけどね。ただレーザー撃てば終わりみたいな、それじゃ俺と変わらねえじゃねえかと。ねえ、プレイヤーと変わらないわけだよ。目標追加、敵艦撃沈。ちょっとリロード早すぎるな、これ。俺悪だな。敵艦撃沈。悪だなって言いながらね、俺情け容赦なく探し込んでるけど。こりゃバランス壊れるなぁ。難しいね。こうなっちゃうと難しいよね。俺がさ、なんだろう、あからさまな縛りっていうのかな、配慮をしないといけないっていうのはなかなかきついものがあるよね。全速前進、敵戦艦撃沈。なんだ、まだ死んでないのか。弾薬欠乏。よし、敵戦艦撃沈。全速前進。まあ5発しかね撃てないんで、そんなにねガタガタ言うほどのことでもないですけど、まあ選択武器補充をするんだけどね。迎撃態勢を取れ。敵動員。万が一のために。対空ミサイルもと怠らない、その辺は怠らない。総動戦艦が強えな。
防御が強いのか HP がもともと高いのか、怒っていうね、確実にもう暗黒の怒りを買ってるよな。それは翡翠も真っ黒になるか。うん、でも楽しい。ああ、早い。なんだろうな、こう、やるかやられるかのね、レベルがちょっと、すごいよね。単性じゃないんだからさ。敵基地の破壊に成功しました。後の処理は友軍に任せよう。直ちにドックへ帰投する。絶対無理だって、友軍勝てないよ、これじゃ。あの小型戦艦にさ、レーザーのブリッツいいですね。ホーネット、ちなみに R が乗ってるバイクの昔の方がホーネットっていう名前だったかな。おお、ナギショイ、そろそろカリフォルニア基地と交信可能域に入るだろうか。なんだ、カリフォルニア巻きでも食うのか。そうですね、気象条件にもよりますが、頃合い的にそろそろかもしれませんね。どうしました、副長。早急にアメリカ艦隊と合流しないといけないからね。なんでや。連絡が取れ次第教えてもらえるかな。了解であります、副長殿。頼んだよ。副長、大変です。そんな声を上げてどうしたんだい。そのカリフォルニア基地が超兵器の奇襲を受けてるみたいです。なんだって。急いで艦長と博士を呼び出してくれ。私は司令部に偵察機の手配をする。え、マジで偵察機とかあったの。了解しました。ベルナーさん、そんな慌ててるけどどうした、アメリカ 大好き人間かな。カリフォルニア基地が超兵器の奇襲を受けているだと。ボーナスステージ。はい、早急に救助に向かうべきかと。帝国に先手を打たれた形になりましたね。少尉、接近中の超兵器の特徴はわかるか。偵察機が持ち帰った画像をご覧ください。全体左右に航空甲板を装備していることから超巨大航空母艦と思われます。これもかっこいいね。艦の規模から数百機からなる航空機が搭載されていると推定できます。あのなんだっけな、あのグラディウスのね、ビッグバイパーもこんな形だよね。双胴、あれは双胴じゃないのか。それだけではありません。通常戦艦の主砲級の訪問も多数確認されています。戦艦以上の装甲と訪問に航空機ですか。手強そうな相手ですね。こちらも火力装甲ともに優れた艦で出撃するべきでしょう。よし、至急出撃準備を整えてくれ。了解しました。これどうなの、敵の攻撃力は多少上がってるわけ。それを知りたいから一角ちゃん行こう。あの普通に考えてね、勝てるわけないんで、同じ攻撃力持ったらさ、数の暴力でさ負けるに、はい、決まってんじゃん。あ、天城さん、あ、噂をすれば。ベルナーさんいくつなんだっけ。そうだね、シュルツさんが、ん？え、あ、知らなかったのこれ。シュルツさんだけとのみんなには内緒だよだったの？シルスさんが30代だったっけ？結構若い感じだけど。
おお、いいですね。波動砲撃ってことかな？総員、警戒態勢。これまずいんじゃないか、これ。迎撃態勢を取れ。四方を、これ船で囲まれてるよね。迎撃態勢解除。これまた超兵器じゃないやつに 暴行される可能性が高いぞ、これ。じゃ、早く逃げよう 数の暴力にはね、勝てないって。呂布とかさ、ハンマー裕次郎じゃないんだからさ、勝て、おい、なんだあれ、なんかレーザーじゃないのか？敵増援おい、支援。おい。レーザー撃たれたらこっち一ともりもないんだからよ。ちょっと本命だけ狙おうよ、本命だけ。どれだ？カリフォルニア基地なんかもう放棄だよ、放棄。あ、今のうち撃っとく機関停止。か、こっち来る前に。困るんだよ。全速前進。敵戦艦撃沈。あ、まずい。壊れるなぁ。あー、やめてくれ。どっから撃ってきてるんですか？やめてください。機関停止。もう今から撃つしかない。敵戦艦撃沈。全速前進。超巨大航空母艦接近中。あ、こっちか。左右の飛行甲板より航空機多数発進。甲板を破壊すれば航空機は発進できません。甲板に砲撃を集中させてください。天城大佐、あなたを必ず止めてみせます。そんなね、まどろっこしいことやってられねえんだもん、来たよ。航空甲あー、やめて。板撃沈。超兵器撃破。基地を壊される前に、なんとかしましょう。作戦失敗。あれ、副目標だったかね。 無理に決まってんじゃん。ニューレコードってことは？これ初めてのミッションかな？バランス悪いな、ゲームの。難易度を上げれば上げるほどバランスが悪くなる。あれか、スピードを落としてもっと走行を上げればいいのか全な。速前進。総員、警戒態勢。多分そうだよね。重さを。あ、でもそうすると武器をもっと減らさないといけないのかな。軽い武器にするか、もっと少なめの、ねえ、武器にするか。まあ、波動砲と100センチ砲があれば、敵増援出現。まあ15.5センチ砲、まあ CIWS でもいいんだけど、まあこの辺りがあればなんとかはな機るの関か停な。止。全速前進。敵戦艦撃沈。こう見ると結構離れたところからじゃなくて、結構範囲はね、広めに設定されているようにはなってるようなんだけどね。とりあえず本命、あ、危ない危ない。迎撃態勢を取れ。とりあえずもう本命を叩き潰さないことには、このゲーム終わっちゃうからさ。中波。すごいすごいすごいよ、これ。削れる。小波。やべえだろ、このゲー迎撃態勢解除。中波。お前だよ、お前。目標追加。どの程度だ？どの程度？でけえ。中波。ああ、やっぱそんなもんだよね。火災発生。中波。火災停止。超巨大航空母艦撃沈。いえ、敵艦甲板を切り捨てて攻撃を再開。あの形はバルト海のレーザー戦艦。艦砲戦準備。もう一戦だ。甲板損傷。あ、まずいまずいまずい。本当だよな。この周りの取り巻きもやめにしましょう。敵艦航空甲板損傷。あ、天城さんどうして帽子取ったし。
時間がないと環境大破。あれ敵長兵器、今度こそ爆沈しました。艦長、天城大佐の救助。もう無理だベルナ。あもしかしてあれかよ、もう僕はあの航空滑走路か、滑走路を破壊した瞬間にもう敵の HP もゼロになっちゃったのかな。天城大佐、あなたの死にかけて誓います。もう死にかけ、なんでもないです。この償いの戦いをこの命尽きるまで続けると。なんかベルナさん主人公になってきたね。これきついな、このゲーム。いや、なんだろう、ちゃんとやればきつくないんだろうけど。そんなことがあったんですか。まあ当初の考えでいけばスピードクリアを目指すんで、まあ、波動砲ぶっ放してりゃいい話なんだけどさ。弁明のしようもありません。好きなように処分していただいて構いません。お、銃殺刑か。そりゃ騙された上に黙っていられたのは本当にショックですよ。でもねえ博士、信頼とは積み重ねて醸成するものです。国会からこちら、あなたがこれまで示した行動はそれに値するものだったと思いますよ。でも今後もバンバン行動で示していただきますからね、副長。ああもちろんだよ。今後帝国軍を打ち崩すには多くの帝国兵を説得し許して行かねばならない。二つに分かれて戦い合う同国民が再び手を取って祖国を再建できるように、そして祖国ウィルキアが犯した過ちを全世界に対し償っていけるようにな。ベルナ、私は思うんだが、お前の使命はそれを助ける架け橋となることじゃないか。その時までこの戦いを我々と共に続ける覚悟はあるな。はい、この命ある限りお供いたします。主人公だね。あれかな、でもしエンディングがあるとしたらもう艦長、あ、艦長にはならないで、あれかな、偉くなるのかな、ベルナは。外交官的なものに なっちゃうのかな。これより解放軍はアメリカ太平洋艦隊と共同しハワイ解放作戦の実施に移る。ガルトナーさんは何になるのかな。我が艦隊は周辺海域に展開する帝国太平洋機動艦隊をおびき寄せ撃滅する役を負う。今電話が鳴った。我々が敵艦隊を相手取る間、基地に対してはアメリカ軍の徴兵機が強襲をかける予定だ。何ですって、アメリカ軍の徴兵機。徴兵機の開発に成功したというのですか。以前機関らが太平洋戦で撃沈した巨大高速戦艦を引き上げて復元したらしいな。ソ連にも帝国への協力の見返りに徴兵機技術が流出している可能性は高い。徴兵機が世界に広がっていく。このまま徴兵機を持つ一部の強国が圧倒的な力を持って世界を席巻する、そんな時代が来るのだろうか。祖国ウィリキアがまき散らす最悪は我々の手で刈り取らねばならない。そのためには最悪の根源である帝国を我々が早急に打倒せねばならんのだ。アメリカの徴兵機保有に複雑な思いもあるだろうが、今は忘れて作戦に集中してくれ。了解しました。
1700解放軍全艦隊は作戦海域に展開。帝国太平洋機動艦隊に対して攻勢に出る。はい、すいません、やっぱりね、着信があって、ね、ガルトの指令に、ね、お叱りを受けてましたが、敵艦隊の配備状況は分かるか。ちょっと音合わせができないんで、当たり障りのないことを喋っておきます。太平洋機動艦隊の主力は空母と戦艦です。特に空母から発艦される航空機の攻撃は味方艦隊にとって大きな脅威となるでしょう。航空母艦を優先して撃沈する必要があるな。俺たちに味方はいないです。こちらは航空戦艦で出撃し、敵航空戦力は味方機にて対応、その隙に敵艦を砲撃にて撃破するという戦法はいかがでしょうか。おかしいでしょ。みんな味方機って何、味方機っていうのはあれかい、航空戦艦で出撃して飛行機を味方機というふうに捉えてるのかな、このゲームは。よろしい、それでは出撃準備を始めてくれ。よろしくない、一切よろしくないからね。まあ録画してね、何分だって話だけど、一旦終わりにします。